はい、こんにちは、タブです。今回はロジー B の僕のね、周回編成を紹介していこうかなと思います。まあ一応ね、ウーマックさんとモンストの日の周回編成を紹介していこうかなと思います。で、ウーマックさんの場合だとフレアミスさんのヤクモ1がいいかなと思います。で、ウーマック4の場合だとハービスで4がいいかなと思いました。はい。で、まあとりあえずウーマックさんだとまあこれがいいかな。ただね、ちょっとね、これね、結構ね、倒せなかったから、そう、ボスのね HP 結構高いんですよ。なのでちょっと厳しいなと思いましたね。で、これスタイルショット打ちます。はい。まあでも結構、まあモンストの日は明日なんで、じゃあ明日じゃない、2日後なんで、その僕はねモンストの日でやろうかなと思ってます。まあ2日後とか、まあ30日でもできるんで、まあその日にねパパッと終わらせてあげればいいかなと思います。とりあえずウーマックさんですと僕はフレアミスさんのヤクモ1が一番やりやすいなと思いましたね。はい。で、まあとりあえずボスに入った後フォンフォン発動させて、こっから火力を出していくっていう形ですね。はい。しっかりと火力を出しておきます。はい、そうですね。うん。まあしっかりとフォンフォン発動させつつ、しっかりと火力を出していきましょう。で、これどうなっちゃうかというと、そう、ちょっと届かないんですよね。はい、OK。で、まあでもこんな感じでしっかりと周回すればまあ楽かなと思います。で、最後はしっかりとヤクモで火力を出しておきます。はい、こんな感じですね。はい。まあ結構、まあヤクモが強いなと思ったんで、まあ、ウーマックさんだと結構これがいいのかなと思いましたね。はい、今度はモンストの日、タムラムロ1のヤクモさんですね。はい。まあこちらでもう僕がやろうかなと思っています。はい。まあ相変わらずタムラムロが結構優秀だなと思います。はい。で、3P に即殺 EL をつけてるんで、3P 回ってきたらストライクショットを打って味方を集める、そしてルミナスレイでワンパンするっていう形ですね。で、しっかりと火力を出しておきます。で、もしも駆け抜けの場合ですと、マドカかと、マドカとかね結構強かったですね。うん。マドカさんのワルプルとかオニョンコポンアルファとかを入れてやったらね、結構強いなと思いましたね。まあ、あとはソロモンとかも強いなと思ったかな。はい、まあとりあえずこうやって倒しておきます。で、その後ボス戦はフォンフォンを発動させつつ、しっかりとルミナスレイを配置させてワンパンを狙いに行きます。はい。はい、これでワンパンを狙います。はい。まあ結構ね簡単なので、まあ僕はねモンストの日で終わらせようかなと思っています。まあロジー B はね、もしかしたら光口実でねハマる可能性があるので、自分はねちょっと作っておいた方がいいかなと思っていますね。はい、ということで動画を終わりたいと思います。バイバイ。